あ、途中からだったのか。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。サールです。甘神ですね、続けてやっていきます。よろしくお願いします。何をすればいいんだ。あ、こんなところに抜け道が、近道かもしれない、行ってみるか。何を言ってるんだ、さっぱりわからん。これはまだ選べないやつですね。で、あとは会話でアタックをどんどん仕掛けていくかな、どちらかだけど、確かあれ首絞めかなんかで終わって感じじゃなかったっけ。どうだったかな。まあいいや、こっち行きましょうか。さて、特に用事もないし、さっさと帰るか。とはいえ、急いで帰ったところで特にやりたいこともないんだよな。いや別に、なんだ、遊ぶなり試験勉強とかあるんじゃないですか。わかんないけど、まあ俺もやらないけどね、試験勉強なんか。どっかで寄り道でもしようかな。なんだこの獣道みたいなルートは、どこに通じてるんだろう。暇だし、もしかしたら近道かもしれないし、とりあえず行ってみるか。ああ、いいね、登下校の近道がもしあったら使いたいよね。1秒でも長く寝ていたいからね。でも朝ごはんおかわりするくらいのね、余裕が主人公にあるみたいですからね。そんなに、お、ここってあれじゃん、あやつりさんにいじめられる神社かなんかじゃん。なんか見覚えあるな。どこだっけ。誰かそこにいるの。あれ、え、あれ、森島先輩、どういうことだ。びっくりした、神様かと思っちゃったよ。これホラーゲームじゃないぜ。神様ですか。ああ、ここは神社か。うん、ちょうどお参りしようかと思っていたところだったから、本当にびっくり。どっから抜けて出てきたんですかね、主人公も。すいません、邪魔してしまって。そんなに謝らなくても平気、大丈夫よ。でも何か目的があって来たんですよね。まあお参りって言ってたからね。別に。え、じゃあなんで神社に。私ね、神社とかお寺を見て回るのが好きなの。まあいい趣味ですね。そうなんですか。ちょっと変な趣味だと思ってる。いや全然、ね、ただちょっとどのあたりが面白いのかが難しくて。まあね、感性の問題ですからね、好みの。どのあたりが面白いかか。そうね、例えばだけどね、ここの神社に祀ってある神様のこと知ってる？あれ、宗教ガチ勢ですか。知らないです。ここはね、カエルの神様を祀る神社なんだって。カエル、へえ、そんなのもあんのか。そうなの、それだけでもちょっと面白いのに。まだ何かあるんですか。昔の農家の人たちがね、雨乞いをするとなんとタヌキの肝を要求してたんだって。そうね、だいたいカエルっていうとなんか雨乞いとかそういう印象がありますよね。タヌキ、うん、昔は広報山にタヌキがいたらしいわ。最近はいなくなっちゃったみたいだけど。これ広報山っていうんだ。昔ずっと俺る高峰山、高峰山って言ってた気がする。なるほど。で、いろいろ不思議に思うの。なんでカエルの神様なんだろうとか、どうしてタヌキの肝を欲しがったんだろうって。あー、確かに面白いですね。そういう方面からの興味なんだ、不思議です。でしょ。だからね、そういう逸話を調べたり、こうして実際に来てみるのって結構好きなんだ。まあ面白いかもしんないね。僕も聞かせてもらってすっごく興味が湧いてきました。ありがとう。あ、そうだ、せっかく二人揃ったんだし、一緒にお参りしていかない？いいですね。いいのかな、意味もなくお参りとかって。じゃあお賽銭を入れて。僕も入れよっと。先輩、何をお祈りしてるんだろう。いや、何をお祈りだから、ここ雨乞いの神社なんでしょ。雨乞い以外をお願いしたってしょうがないんじゃないの。僕は、ああ、そんな話もあったね。宝くじが当たるように。もっと仲良くなるように。はあ。
俺森島先輩のルート全然わかんねえな。まあ別にね、宝くじが当たったっていいし、まあ、もっと仲良くなってもいいし全然わかんねえや、このゲーム。このゲームっていうか森島先輩のこと、森島先輩のこともそうだし、この主人公のこともよくわかんねえや。どっち行こっか。多分ね、主人公はドストレートに僕はってもっと仲良くなりたいんですとか言うと思うんで、こっちにかけてみようか。今回は今お願いしたいことって言ったらやっぱりこれしかないよな。あ、それともあれかな、やっぱ犬発言っていうか、そうだね、もう下僕となるルートの方がいいのかな。でもそれじゃあやつりさんと変わらないんだわ。何卒森島先輩ともっと仲良くなれますように。ん、できればすっごく楽しい出来事が降って湧いてきて、それで二人の距離が一気に縮まって、ん、あ、いやいや、贅沢言い過ぎはダメだ。うん、何卒もう少しだけ仲良くなれますように。ねえ、ずいぶん熱心にお祈りしてたみたいだけど、何を願ったの？ほら来たぜ、絶好のパスが。むむ、何か言いづらいことなの？聞きたいな。言っちゃえ言っちゃえ。まずい、先輩の目が輝いてる。ここは適当な答えを。何なのかな。いや言っちゃえって。え、うっそ、家族の健康を。わお、いいお願いね。そうよね、とっても大事なことだもんね。お前そこでさ言わなくてどうすんの。はいいい子なんだよね君は。ええ、あ、ううん、なんでもない。ねえ、まだ時間ある？あ、はい、平気ですけど。響に聞いたんだけど、この近所に紅茶が美味しい喫茶店があるんだって。一緒にどうかな？ああ、もちろん一緒に行きます。いいねよかった、じゃあ行こっか。こうして先輩と偶然に出会った。その後も先輩は自分の調べた面白い神社の逸話を聞かせてくれた。いや、本当にラッキーだった。まあ彼が幸せだって、楽しいって言うならまあそれでいいけどって、なんか毎回言ってる気がするな。それより何よりね、お誕生日ですよ。もうちょっとで来るんでしょ。確か月曜だったっけ、月曜か、まあ、火曜日だったような気がするけど、さてどうなるか。大体ね、あの梅原くんが今日はお前の誕生日だろ、ジュースをおごってやろうって言ってくれるはずなんで、それをまあ狙っていけばいいんじゃないかな。先輩からいい匂いがする。先輩はいつもいい匂いしてるだろ。よし、とりあえずこれで、あ、ごめん、ここですね、行きましょうか。ちょっとね、寒くてさ、なかなか口が回らない、ろれつが全然回らない。小腹も空いたことだし、購買に何か買いに行こうかな。一軒目ですぞ。あ、いたいた。探しちゃった。でも会えてよかったね。ねって言われてもな。はい。わお、素敵なお返事ね。もう犬なんだから、ありがとうございます。じゃあ早速行きましょうか。え、どこにですか？いいところ。お、やったじゃん、いいところ。うん、さ、行きましょう。やったよ、森島先輩といいことすればいいじゃん。あって完全に先輩のペースだ。ん、それがちょっと心地いいと思ってしまうのはどうなんだろう。もう手遅れです。早く来ないと置いてっちゃうぞ。完全に手遅れです。はい。それにしてもいいところって一体どこなんだ。ん、そしてそこで何をするんだ。到着。図書室ですよね。うん、
ここがいいところなんですか？うん、本がタダで読めるなんて素敵だと思わない？読みたい本があるならね。そうですね。私、意外と本読むのって好きなんだ。意外？そうなんですか？うん、毎日読むってほどじゃないけどね。へえ。あ、それでね。はい。実は今ね、調べ物をしてるんだ。調べ物？一体何を？それは秘密よ。女の子には秘密がいっぱいあるの。わかる？わからん。はい。それでね、借りていきたい本がすっごくあるの。うん、なるほど。で、つまり僕は教室に本を、あ、運べばいいんですか？わお、大正解！すごいね。え、でも、いや、バレちゃうんじゃないの、その本の内容が。君は本当に優しいね。そんなこととね、でもそれ塚原先輩に見られたらまた怒られんじゃないかな。あれ？ん？なんかいい香りがする。いや、気のせいか。ん？どうかした？その、ん？あの、こら、そこまで言いかけて途中でやめるのはダメでしょ。はい。その、先輩からいつもと違う匂いがする気がする。キモいな、そのこの発言もキモいな。わお、すごいね。あ、いいんだ。というと？実はね、雑誌で読んだ初めての香水って記事があって。へえ。お試しフレグランスもついてたからちょっとチャレンジしてみたの。初めての香水ってことは何？香水を一から作るってこと？私も初めてつけてみたんだけど、つける場所って何箇所かあるんだね。どこなんですか？体温が高くて脈打つ場所がいいんだって。まあ、大体首か、あの、まあね、手首か足首なんかもね、いいって言いますけどね。体温が高くて脈打つ、手首とか肘の内側とか、 あとは首筋とか。うん、なるほど。結構楽しいものなのね。うん、ただね、その、まあ、場所にもよるんだけど、そういうところってあのきちんとね、匂いが発するんで、逆にその悪目立ちすることもあるんで、ちょっと初めての時はね、やめた方がいいと思いますね。強い香りのやつとかも。いい匂いですね。今日はどこにつけたんですか？僕にもつけてほしい。あー、これ迷うね。いい意味で迷いますね、さっきのと違って。これはね、これに行こうか。今日はどこにつけたんですか？はい。どこだと思う？おいい感じじゃないですか。そうですね。わかるかな。お、失礼します。よしよしよし、いいぞいいぞ。くんかくんか。ちょっと。うん、違うな。うん。もう、こうや。お、さっきより匂いが強い。え、ケツ？まさかな。わかった、教えるから。今日はお腹につけたの。お腹？なるほどね。なるほどじゃないわよ。あー、すいません、つい夢中になってしまって。君って本当にワンちゃんみたいね。え？くんくん嗅いで怒られたらしょんぼりして、困った子なんだから。ね、嫌いじゃないくせに。こうして先輩の手伝いをしながら香水について話をした。先輩には香水なんて必要ないと思ったけど、実際に匂いを嗅いだらその印象は少し変わった。結構、いや、かなりいいかも。どうなのかな、その人の雰囲気に合った香りなのか、まあ、TPO に合わせて香り嗅いでいくのか。でもそういうのってさ、自分で決めるのこれ難しいんですよね。でも香水ってやっぱり自分で香りたいじゃないですか。やっぱ自分の好きな匂いをつけたいと思うんだよ絶対。だけど
ね、人に嗅がせてさ、あんまりきつい匂いって申し訳ないと思うし、そうすると身近なね人とかがいい気分になれるような香水の方がいいのかなとも思っちゃいますよね。やれることがないので会話で言っちゃいましょうか。賞味期限が早いのはどれでも同じかな。これだけ放課後イベントなので、あ、これがニューニューニューになってるから、じゃあニューじゃないところからいこうか。さすがね。せやろ。私が一人で寂しい思いをしているのを察して話し相手に来てくれたんでしょ。そんな犬みたいなことができるわけがないだろ。あ、こっちか。じゃあ行きましょうか。わお、さすがね。そのノリ大好きよね。大好き。ねね、どんなお話する。そうですね、まあでも開幕とストレート火の玉ボーイだな。胸って揉むと大きくなるって言いますけど、本当なんですかね。そうね、私は特に揉んでないけどな。残念。いえ、そんなことは。あ、君から響きに教えてあげてよ。私に教えてくれたみたいに。何、腹パンですか。すいませんでした。わかればよろしい。お、抜けた。スルーした。絶対もう逃げられちゃうと思ってね、もうネタで仕込んでいったんですけど、結構余裕ありましたね。さすが森島先輩ですね。器がでかい。普通あんなの開幕ぶっぱされたらさ、絶対引くと思うけどね。ここから何にもないんだよね。でも、まあ、香水が好きとかね、そういう少しずつ動物が好き、あ、でも動物が好きだったら香水とかってどうなんだろう。あんまり相性良くない気がするけどね。先輩は乗馬とかしたことありますか。うん、残念ながらまだないの。でもいつか絶対乗るんだ。いいですよ、馬ぜひ乗ってください。それで叫びながら走るんだ。もうすごいね、走ることを想定してもね、歩くんじゃなくて。さすがアルちゃんとは次元が違いますね。じゃあね、娯楽じゃなくて食べ物、おしゃれかな。そうするとよし、森島先輩の誕生石って、誕生石ネタ好きね君。9月だからサファイアよ。綺麗な青色だから気に入ってるの。いいね、サファイアも。そうですね、先輩に似合いそうです。本当にありがとう。じゃあ来年は楽しみにしてるからね。お、ま、前向きに検討してみます。宝石価格はどうなの。サファイアってどうなんですかね。ルビー、サファイア、あの、あれ一緒の石なんだっけ。あれもまあね、そのカットとか大きさにね、よるんだろうけど。先輩のミニラーメン美味しかったな。ああ、そっか、この子はペロリストだったっけ。ちょっと嫌がってる先輩が、なんていうか、そのレベル高いんだよね。むむ、うん、いいっていうか、なんというか、むむむ、また食べさせてくれないかな。もう顔がぐちゃぐちゃになってんだろうな。怪人みたいにぐにゃーってなってんだろうな。こら！はい。どんな悪いことを考えてるのかな。悪いだなんてとんでもない。そういう顔してたよ。そんなことないですよ。本当に？じゃあどんなことを考えてたの。ここは率直にね、言うべきだよ。それは改めて先輩の犬になりたいななんて。改めてワンちゃんに。ワンちゃんじゃなくてね、犬なんですよね、この子に関しては。エッチなんでや。
ワンちゃんとか言ってるけど、私の手を舐めたいだけなんじゃないの？厳しいな。あの、本人にさ、そう言われるとさ、結構厳しいよ。来るものがあるね。そんなことありません。あ、え？本当に？本当です。そっか。それじゃあ、お手。ほら、これまた先輩、塚原先輩に怒られちゃうよ。え？ほら、やっぱり嘘じゃないの。あー、もうこれ乗ってけ乗ってけ。違います、ちょっと突然だったので驚いてしまっただけです。もう一度チャンスを。そうだよ、インリーだってな、チャンスは当たるだろ。そんなこと言われてもな。お手って言ってやってくれるもんな。ワン、わお、素早いね。お任せくださいお任せくださいっていうのにやめてもらっていいかな。本当にグー、かわいいな本当に。ああ、何か間違っている気がするけど、この居心地の良さがあればそれでいい。じゃあ次は伏せできるのかい。ワン、ああ、ダメだもうこいついい子だね。もうついていけないよ。おお、これはなんてことだもう犬ライフ最高じゃないか。こうして森島先輩に飼いならされた。最高と認めてしまっていいのだろうか。もういいんじゃないですか。もう僕にはもう手がつけられないよ。お昼また行く？また先輩の 犬としての生涯を過ごすかい？もうどうにでもなってくれ。俺には関係ない。あれ、あ、図書室じゃなかったっけ。さすがね。図書室の方をちょっと私が一人でさ行こうとしたんですけどね。ごめん、ステージを見誤った。さすがね。ねね、よし。意外だったんだよな。開幕エッジがね、ぶっぱで成功っていうかね、普通にスルーされたからな。あー、ダメか。俺もうほんと娯楽大使だからな。娯楽、食べ物、おしゃれしか選べないっていうね。世間話がね、もう外れたらもう俺には打つ手がないんですよ。あー、そっか。で、ここでテンションが落ちるのかな。あ、落ちるね。あ、あれ、ちょっと昔の純一くんっていうか俺か、どんな選択なんですかね。わかんねえな、全然わかんねえや。あー、ダメか。もう一回くらい選びたいんですけれどもね。あ、まあ時間的には余裕はないか。まあ、とりあえず、おー、下がっていくね。一回ぐらいでも当てたいね。あ、大丈夫だ。世間話でお茶を濁せる。先輩の星座って上手だな。乙女座よ。乙女な私にぴったりでしょ。乙女っていうか、魔性だよな。ちょっと、そこは何か言ってくれないと、私が恥ずかしいじゃない。あー、そうですか。恥ずかしがるようなね、人でしたっけ。よし、ここで、あー、ダメだ。ここで上げていきたいんだけど、ちょっとわかんねえなー。あー、ダメか。ちょっと難しかったな、今のところは。選択肢として、え、これまたテンション下がっちゃうかな。あー、いっちゃうか。まあしょうがないね。よし、じゃあこれはなんだ、どっちだ、食べ物かな。 OK。 先輩はおにぎりの具で何が好きですか。 R は断然ネギ味噌派ですね。ツナでしょ、おかかでしょ、でも一番は梅干しかな。へえ、意外とスタンダード、ちょっと意外ですなんだかんだ言っても一番食べてるのは梅干しなのよ。うち昆布ばっかだったな。わお、もうこんな時間？なんかあっという間に過ぎちゃった。たまにあの鰹節とかね入ってたり
してましたけど、君と話してると時間が過ぎるのが早い気がするな。コンビニのネギ味噌がねすげえうまいんですよね。またお話ししてね。じゃあね。あの小6ぐらいからねずっと好きで、と言ってもそんなに売ってないんですけどね、ネギ味噌ってあんまり定番じゃないのかな。俺あ、それだの3枚しかないけど宝くじ売り場で当たりがあるか調べてみるか。あー、もしかしたらこれ願掛けしたら当たってるとかだったのかな。あ、来た来た。あ、森島先輩、もしかして僕に何か用事ですか。ここまで来るとさ、あの森島先輩の方からこっちにね食いついてきてくれるのはすごい嬉しいですね。うん、そうなの。ねね、今日これから時間あるかな。あー、今日ですか。別に大丈夫ですよ。本当に。それじゃあさ、一緒に宝くじの結果を見に行こうよ。あー、当選番号出たんですか。うん、今朝気づいたんだ。売り場の人に調べてもらえるのよ。せっかくだし君と一緒に行こうかなって。ああ、新聞で見ないでもう直で行く感じか。そういうことなら喜んでお供しますよ。わお、いいお返事ありがとう。それじゃあ行きましょうか。はい。まあ楽しみはあるよね。3枚だけだけど当たってるといいですね。そうよね、楽しみ。あそこですか。そうそう、早く行きましょう。はい。こんにちは。すみませんけど、この宝くじが当たっているか調べていただけますか。1等3億円だと前後賞とか合わせるんだっけ。3億円とかだと買わねえから分かんねえんだよな俺は。はい、大丈夫ですよ。3枚のお預かりですね。はい、お願いします。ちょっと待って、名前のところさ、宝おばってひどくねえか。おばちゃんでいいじゃん。ごめんね、3枚とも外れ。外れですか。残念ですね。残念。当たってるよ方にねかけておけばよかったかな、願掛け。そうですね、なかなか当たるものじゃないとは分かってて買っても、はい、外れるとショックね。やっぱりね、どこかで期待しちゃうよね。確かにそうですよね。つまんないの。え、先輩、うん、このまま家に帰ってもつまらない。ねね、君は何か予定ある。この子は面白いね。でも僕は大丈夫です。それじゃあ、なんか面白そうなところは、あ、よかったら家に遊びに来ませんか。こいつついにやりやがったぞ。わお、大胆な提案ね。その あったかい紅茶でも入れますよ。君のお家か。うん、思わず誘ってしまったけどどうだろう。思わず誘うにしても場所のレベルが高すぎる。うん、すっごく面白そうね。この子はすごいね。面白いか面白くないかで生きてるな。なんかシンパシーを感じるな。でも、お、それじゃあぜひお邪魔させて。あ、ミヤちゃんもねいるしね。はい。エッチな本とか探していい。おい、ちゃんと隠したろうな。あ、いやいや、それはちょっと。ここが君とミヤちゃんのお家なのね。素敵ね。なんだろう、人ん家ってさちょっと気になるよね。あの、まあ、お友達でも憧れの人でもさ、どういう家とかどういう部屋に住んでるのかなっていうのは若干俺も気になるところがあるんですけど、素敵かどうかは分かりませんが。さ、どうぞ。あ、はい、お邪魔します。てかさ、結構いい立地ですよねこれ。車道に面していてさ、結構大きい道路じゃないのこれ。大きい道路になんか面してそうなね感じですよね。奥には山があって、結構いいよね。閑静な住宅街って感じだよね。あー、その僕の部屋でも大丈夫ですか。うん、もちろん。
兄弟以外の男の子の部屋って初めてだから楽しみ。え、そうなんですか。うん、そうだけど。ん、あ、僕が先輩の初めての人なんてラッキーなんだ。ポジティブすぎだろ。あれ、どうしたの。あ、いえ、なんでもないです。さあ、行きましょう。わお、ずいぶんかわいい扉なのね。ああ、そっちはミアの部屋です。あ、なるほど。へえ、いいね、すっごくかわいらしいな。ドアノブまでね、かわいくしてあるといいですね。僕の部屋はこっちです。うん、いよいよだ。大丈夫か。どうぞ。お邪魔します。どうぞっつっても、まあ大したものはないか。へえ、なんかいかにも男の子の部屋って感じだね。そうですか。でもちょっと意外だな。何がですか。思ったよりも部屋が綺麗だった。そう、あの、一旦汚くするととことん汚くなるから。そうでもないですよ。綺麗だよ。ありがとうございます。あ、そうだ、今紅茶入れてきますね。わお、ありがとう。すぐ戻ってきますから。慌てなくても大丈夫だよ。さあ、森島先輩はね、一体何冊のエロ本を見つけてくるんですかね。公開処刑もいいとこだな。先輩が僕の部屋に。夢じゃないよな。こうしちゃいられない。急いでお茶の準備をしなきゃ。やっぱり男の子の部屋に来たらエッチな本を探さないと失礼よね。あの、誰も彼もの部屋にエッチな本があると思ったら大間違いですからね。探しちゃおっと。実際ね、見たことはあるって言うけどさ、本当にさ、ガチのさ、ものが出てきちゃったらどういう反応するんですかね。そういうの若干そっちの面で気になるな。ミヤちゃん帰ってきたんだ。これミヤに聞けばさ、一発なんじゃないですか。即バレ待ったなし。よし、この間お兄ちゃんがやってたゲームの真似をしてみよっと。ん？ふぅ、今日も寒かった。ご飯の前にお風呂入ろうっと。あ、でもその前に、ミヤちゃんのお部屋の中にはパソコンがないんですね。ねえ、私の学校での評判を教えて。え、誰？お願い、私の学校での評判を教えて。お兄ちゃん、何のゲームやってんですか。ニーニー、ニーニーでしょ。私の学校での評判を教えてって言ったらさ、あの、ときメモぐらいしかないんですけど、他になんかあんのかな、ホラーゲーで。もう変な声出さないでよ。評判を学校でどんなだよ。私の教えて。ガールズサイドだとね、弟くんに聞いたりしてるんだけど、そんなんだったかな。何やってんですか先輩。ミヤちゃんが帰ってきたみたいなの。あ、じゃあちょうどいいんで、ミヤもご一緒してもいいですか。そうね、私は大丈夫よ。おい、ミヤ。あれ、なんだよ、帰ってきて早々寝てるのか。ミヤ、入るからな。ノックしたぞ。ミヤ、あれ、
いないのか。あ、またなんと水長剣が。お、ピシパシドカン。あ、いて。何するんだよ。ニーニーのバカ、バカ。バカはお前だ。いきなり殴っておいて、ミア半泣きじゃないか。泣いてなんかない。でも。お邪魔します。お前のせいだろ。え、森島先輩。大丈夫ミアちゃん。先輩。よしよし、いい子ねミアちゃん。おいで。おいおい、ちょっと。まあ、とりあえず紅茶でも飲んで落ち着きましょう。ミアも飲むだろ。こうしてちょっとドタバタしたけど、3人で紅茶を飲んで話をした。まったく先輩には困ったものだ。でも大変な一日だったけど、すっごく楽しかったな。まあ主人公が楽しいならそれでいいか。それしか言ってねえな俺。